今日は、ちょっとトリニティさんに協力してもらってトリニティのパークで撮ってます。で、今日はフロントサイド50のハウトゥーをしていこうと思って、まあ、カーブボックスとかをやる一番最初の技になる50だと思うんだけど、それをちょっと1からカーブの入り方から説明していこうかなと思います。まあ、まず大前提に一応オーリーはちょろっとできるようにが大事かな。で、どっからやろうか。じゃああの低いの、まあ、50オーリーしてパコーンって乗せんだけど、最初こう平行から入るんじゃなくて斜めから入るように。角度だとどんぐらいだ？45度ぐらいで入るように。で、ちょっと待った、その前に大前提が1個あった。段差から降りれるようにもしといた方がいいっていうのも、まあこう段差をバッてこう乗ってて、こうやってあんま変わんなくて、テールをちゃんと踏んで上げれば降りれるようになるから、まあ段差を降りる要素でアウトするんで、まあ段差を降りれるようにしといた方が。で、最初の入りはまあこのさっき言った45度、で今の角度から少しずつ緩くしてって、的な感じかな。徐々に角度を緩くしてって入れるようになっていくと、流す距離も長くなっていくから。そんで、かけ方降臨して、このトラックとウィルこういう感じで、トラックのこうとかじゃなくこの状態でかける。なんでまっすぐだとその分押さないといけないし、斜めだったら結構自動的にこうジュルって入ってくれるから、まあちょっと斜めがおすすめかな最初で。あとはめるときに上半身を乗ったときにかぶしてあげるイメージが結構大事で、足だけでこうやってはめに行っちゃうと、もし外れたときとかにってなっちゃうから、乗ったときに足がピーンってなんじゃなく、ちょっとこう膝のクッションを使ってあげるといいです。で、最初、まあ、こう低いのやって、徐々に高いのとかやっていくと、まあオーリーとかもね練習になるからいいかな。50の時に注意してること、まあ、50最初多分後ろのトラックが引っかかる、今のとか、あと
コートか。コートかな。で、これこういう風になっちゃうのって多分ちゃんとオーリーしてなくて、ちゃんとボードをフラットにしてあげるのを意識、こうこういうこの意識がないとよく外れちゃったりするからかな。はめるときどっちからはめる？ノーズとテール。まあ、ほんと 50-50 だから50-50で乗せんだけど、俺ちょっとテールから乗せてるかもな。ねえ、ノーズだとねこう詰まりやすいから、それよかはちょっとテール側から。やってあげた方がいいんじゃないかな。あとはそうだね、さっき言った乗った時に足が伸びないこと。今のダメ。あとやたら腰が折れる人、乗ってこれもダメ。そうするとありえるっしょ。なんで乗った時はこう、ちゃんと自分の頭とかがボードの上にあるような感じでやるのがベストだと思います。あとなんだろうね、あ、折り方こっちでやろうか。降りるとき、まあ、こうやってカーブの終わりがあるときはさっき言った段差降りる感じでちょっとテール踏んでで降りてあげればいいんだけど、まあないときアウトがのときはテール踏んでちょっとこう曲げてあげるとチックタックの1個目みたいなね、こうこれで結構降りれるかな。慣れてきたらね、オーリーアウトとかもできるし、なんちゃらアウトとかにも なるし、50覚えたらね、ノーズグラインドとか5オーとか他の技にもつながってくるから、カーブをやるにおいてマストなトリックなんで、頑張ってやってください。もう一回やって50でした。